お笑い芸人のあばれる君が意外な資格でアンバサダーに就任です。人気お笑い芸人のあばれる君が先ほどオーストラリアの世界遺産アンバサダーに就任し、冒険家の衣装でイベントに出席しました。日本が生んだクロコダイルダンディです。実はあばれる君、芸人として活躍する一方で合格率 20% という世界遺産検定1級を一昨年受験、見事に合格するなど、その活躍は芸人の枠を超えています。世界遺産アンバサダーとしてオーストラリアを訪れたというあばれる君は、妻から羨ましがられているようで、ゆくゆくはオーストラリアでその広いところで生活したいなって奥さんは言ってます。僕アンバサダーになる前から奥さんはそう、本当にそうなんです、言ってたんです。作ってますよ。いや本当なんです。信じてください。本当に。いやマジマジマジ、これはマジ。